1> 第一幕フィナーレの絵、ペンザンスの海賊は、アーサー・サリバン作曲、ウィリアム・エス・ギルバート台本による二幕ものの、コミック・オペラである。1879年12月31日に、ニューヨークの5番街劇場で初演され、観客からも批評家からも好評であった。ニューヨークで3ヶ月以上のロングランとなった後、ロンドンでは1880年4月3日に、 オペラコミックで初演され、上演回数は363回を数えた。物語は21歳になったフレデリックが、心優しい海賊たちの下で行っていた、徒弟暴行を終えるところから始まる。フレデリックは、スタンリー少将の娘メーベルと出会い、若き二人はすぐ恋に落ちる。しかしながら、フレデリックは、自分が2月29日生まれで、 手続き上は誕生日がウルード氏にしかないことを知る。フレデリックの年期暴行の証文には23回目の誕生日まで海賊に奉公するということが明記されており、つまりフレデリックはその後63年間都弟を続けなければならないことが分かった。ギリカ対フレデリックの唯一の慰めはメーベルが愛する彼を忠実に待つと約束してくれたことだった。 ペンザンスの海賊は、ギルバートサリバンの5作目の共作で、何度もパロディ化された、少々の歌メジャーゼネラル、S ソングはここで初めて歌われた。このオペラは1世紀以上にわたり、イギリスでは、ドイリー・カート・オペラ・カンパニーにより、さらに世界中で様々なオペラ・カンパニーや、レパートリー劇団によって上演され続けた。現代的な演出としては、 ジョゼフ・パップによる1981年のブロードウェイ公演があり、787回上演されている。この作品は、トニー・賞の最優秀リバイバル賞とドラマデスクアワード、最優秀ミュージカル賞を受賞し、その後しばしば模倣され、1983年には映画化もされた。ペンザンスの海賊は現在でも人気があり、ギルバートサリバンのオペラとしては、ミカドや、 軍艦ピナフォアと並んで上演回数が多い。1886年のパック誌に掲載されたザ・パイレート・パブリッシャーインターナショナル・バーレスク・ザット・ハズ・ザ・ロン・ゲストラン・オン・レコード。海賊出版社に作品を盗まれたイギリスの作家の一人としてギルバートが登場している。ペンザンスの海賊はギルバートサリバンのオペラ中で唯一公式の初演が アメリカ合衆国で行われた。この当時、アメリカの方では、海外出身者に対して著作権の保護がなかった。二人の前作である、軍艦ピナフォ合わ878年に、ロンドンで大成功を収めたが、その後150ほどのアメリカの劇団がすぐに無人化の上演を行い、しばしばテクストをかなり自由に変更して創作者には、使用料を払わなかった。 ギルバートとサリバンはコピーされる前にアメリカで自作を初演し、譜面と台本の出版も遅らせることでオペラに対するさらなる著作権海賊行為を防ぎたいと考えた。二人はロンドン公演前にペンザンスの海賊のアメリカ初演を自らブロードウェイで行うことによって直接収益を得ることができ、ペンザンスの海賊と軍艦ピナフォアのアメリカ巡業公演でも 利益を上げることができた。しかしながら、ギルバート、サリバン、プロデューサーのリチャード・ドイリーカートはそれから数十年、アメリカ合衆国で、ペンザンスの海賊その他のオペラの上演権を明確に管理しようと努力したものの、うまくいかなかった。海賊に関する物語や芝居は19世紀には、至るところで見かけることができた。ウォルター・スコットの海賊や、 ジェームズ・フェニモア・クーパーのザ・レッド・ローバーは、殺想として、ロマンティックに美化された海賊のイメージや、食い改めた海賊という発想を広める元となった、重要な作品であった。ギルバートもサリバンは、キャリアの初期にこうした発想を、パロディ化していた。サリバンは1867年にザ・コントラボン・ディストというタイトルのコミックオペラを書いており、 これには山賊に捕まって無理やりその狩猟にさせられる哀れなイギリス人旅行者が出てくる。ギルバートは海賊や山賊が出てくる面白おかしい作品をいくつか書いている。1876年のギルバートのオペラ・プリンセス、トトではタイトルロールのトト姫が山賊の狩猟に捕まえられたがっている。ギルバートはジャック・オフ・フェンバックの 盗賊を1871年に翻訳している。盗賊同様、ペンザンスの海賊は盗みを滑稽にも専門職のキャリアパスとして描いており、徒弟暴行や仕事道具として金手子や護身用棍棒などが出てくる。軍艦ピナフォアはロンドンのオペラコミックで好評のまま上演を続けていたが、ギルバートはサリバンと次のオペラを作り始めたいと考えており、 1878年12月に台本に取り掛かった。1870年に書いた一幕物、アワーアイランドホームの内容を多少再利用することにしたが、この作品には海賊の苦手量であるキャプテンバングが出てくる。バングは耳の悪い子守女のせいで誤って海賊のところで徒弟暴行をすることになった。さらにバングは、 ペンザンスの海賊のフレデリック同様、これまで女を見たことがなく、極めてギリ固くて、年季暴行の契約により21回目の誕生日が過ぎて解放されるまで海賊の時計だった。バーナード賞はギルバートがオフフェンバックの盗賊を参考にして、仕事熱心な泥棒や土地な警官といった発想を自分の新しい台本に盛り込んだと考えていた。また、 ギルバートとサリバンはすでに1876年の自転で一幕物のオペラパロディ作品用として強盗と警察が出くわして騒ぎになるがたくさんの娘を持つぼーっとした父親がこのお取り物に気づかないという話のアイディアを考えたことがありこれを新作の第二幕に盛り込むことにした少々がサージョゼフ・ポーターに似た登場の仕方をするなど前作 軍艦ピナフォアを引き継いだ要素もある。ギルバート、サリバン、リチャード・ドイリー・カートは軍艦ピナフォアと新しいオペラをアメリカで上演する計画を決めるため、1879年4月24日頃までには会って相談を済ませていた。カートは1879年の夏にニューヨークに旅して劇場マネージャーのジョン・ティー・ホードと打ち合わせをし、 五番街劇場で公認版を上演することにした。それからカートはロンドンに戻った。そうこうするうちに軍艦ピナフォアがロンドンで当たったので、作家、作曲家、プロデューサーは将来自分たちだけで上演を行うに至る資金を調達し、コメディオペラカンパニーの資金講演者たちから離れるという計画を実行できるようになった。カートは それぞれの賞の出費がカバーできた時点でギルバート及びサリバンと利益を当分するという新しいパートナー契約を結んだ。1879年11月、ギルバート、サリバン、カー,アートは軍艦ピナフォアと新作オペラを両方とも上演するため実力ある歌手の一団と船でアメリカに渡った。軍艦ピナフォアのサージョゼフは JH ライリー、ジョゼフィンは ブランチ・ローズベルト、リトル・バター・カップは、アリス・バーネット、ディック・デッド・アイは、ファーノー・クック、レイ・フラック・ストローは、ヒュート・ルボット、いとこのヒービは、ジェシー・ボンドで、ロンドンの軍艦ピナフォアに出ていた者も,もいた。こうした歌手たちに、キャプテン・コーコ・ラン役のシニョール・ブロッコリなど、アメリカの歌手も加わった。アルフレッド・セラーが、サリバンの補佐のため同行していたが、弟のフランソワ・セラーは、 軍艦ピナフォアを指揮するためロンドンに残った。ギルバートとサリバンはよく知られたスターではないが、才能ある役者たちを選んでおり、このため高い報酬を払わなくてよかった。こうした役者たちが持つ、特定の技術に合うようにオペラを調整して作り上げた。ギルバートとサリバンは役者を活かすやり方を心得ていた。ため、観客からは評価が高く、批評価。 ハーマンクラインは役者たちの自然さを称賛している。ギルバートは自らの儀曲やオペラには演出家として関わっていた。この時代には珍しく演技には自然主義的なアプローチが必要だと考え、視覚的にもリアリティを追求した。ギルバートは観客を意識したやりとりを嫌い、登場人物たちが自らのバカバカしさに全く気づいていない一方で、 一貫した内面を持つ人格にも見えるような描写スタイルが重要だと考えていた。サリバンは音楽リハーサルで指揮を行った。ペンザンスの海賊の作曲は通常とは異なる順番で行われ、サリバンはニューヨークに完成した第二幕を持っていくつもりで、音楽を後の方から作曲し、アメリカに行くときには、第一幕はまだ走行程度だった。しかしながら、 ニューヨークに着いたとき、サリバンは第一幕の走行を忘れたことに気づき、記憶で再構成せねばならなかった。ギルバートがずっと後になってから10回したことによると、サリバンは女性合唱の最初の節を思い出せず、昔二人で作ったオペラ、セスピスの合唱クライミング・オーバー・ロッキー・マウンテンで代用することにした。サリバンのペンザンスの海賊走行には、 セスピスの楽譜から切り取ってきたページが入っており、もともとは四部合唱だったものが変更されている。ギルバートとサリバンは、クライミングオーバーロッキーマウンテンと、おそらくは、セスピスの他の部分も初めから使うつもりだったのでは、ないかと考える研究者もいる。これは、サリバンが再演の予定もないのに未観行の、セスピスの楽譜をニューヨークに持ってきていたのは偶然では、ないだろうという理由によるものだ。 いずれにせよ、1879年12月10日に、サリバンは、ニューヨークで、新しいオペラを作るのに励んでおり、きっとうまくいくだろうと母親に、手紙で伝えている。後のオペラで、いつもそうしていたように、サリバンは最後まで序曲を書かず、走行だけ作って、完成は、劇団の音楽監督である、アルフレッドセラーに任せた。軍艦ピナフォアは、 ニューヨークで1879年12月1日に開幕し、12月中はずっと上演された。初週の客入りはそこそこ良かったが、ほとんどのニューヨークっ子はすでに地元で上演された軍艦ピナフォアを見たことがあったので、すぐ客足が遠のいた。これは予期せぬことで、ギルバートとサリバンは新作オペラ、ペンザンスの海賊を急いで完成させ、 リハーサルできるようにしなければならなくなった。この作品のタイトルは多義的な冗談である。まず、中世ならば、ともかく、ペンザンスは1879年には穏やかな海辺のリゾート地で海賊に出くわしそうな場所ではなかった。さらにこのタイトルはアメリカで軍艦ピナフォアを無許可で上演した海賊演劇人への当てこすりでもあった。 イギリスでの著作権を確保するには、台本が刊行される前に上演を行う必要があったので、ドイリー・カートはデボンのペイントンにあるロイヤル美ー劇場にて巡業劇団を使い、ニューヨーク初演の前の午後に間に合わせの著作権確保のための上演をすることにした。後にリチャード・ドイリー・カートと結婚することになるヘレン・ル・ノワールが上演を組織した。キャストはトーキーで、 軍艦ピナフォアの夜の公演を担当していた役者で、ペンザンスの海賊の楽曲の一部を経った二日前に受け取った。一回しかリハーサルができなかったので、近くのペイントンに行き、衣装はあり合わせのもので何とか間に合わせ、ステージ上で台本を手に持ったままセリフを読み上げて、街根上演を行った。スタンリー少々を演じるジョージ・グロス・スミス。 有名な軍人ガーネット・ウルズリーのトレードマークだった、口ひげをつけている。ペンザンスの海賊は1879年12月31日に、ニューヨークで上演され、すぐ大ヒットとなった。1880年1月2日にサリバンは、ニューヨークから母に手紙を送り、作品の完成度を誇り、大当たりになるだろうと伝えている。その後すぐ、カートは、 アメリカの東海岸と中西部を巡業するカンパニーを3つ作って軍艦ピナフォアとペンザンスの海賊上演に送り出した。サリバンの予想は正しかった。ニューヨークと他のアメリカ巡業が大入りになった後、ペンザンスの海賊は1880年4月3日にロンドンでも開幕し363回上演された。ロンドンのセットデザインはジョン・オコナーが担当した。 今でも、ペンザンスの海賊は、ギルバートサリバンの作品の中でも、最も人気のあるものの一つである。ニューヨークでも、ロンドンでも、おおむね批評家から好評であった。スタンリー少将は有名な将軍サーガーネット、ウルズリーのギガ家だと考えたものが多かったが、電気作家のマイケル・エンガーはギルバートは、ウルズリーをギガ家しようとしたのではなく、ギルバートの妻の叔父であるヘンリー・ターナー将軍を、 念頭に置いていたのではないかと考えている。ギルバートはターナーが大嫌いで、ターナーは進歩派のウルズリーとは違って古風な軍人だった。それにもかかわらず、ロンドン初演でジョージ・グロスマンはウルズリーの身振りや外見を真似し、特にウルズリーの大きな口ひげをつけたので、観客には誰のことかすぐわかった。ウルズリーはこのギガ家に特に気分を害することはなかったという。 ウルズリーは、時々、私的な場で、家族や友人を楽しませようと IAM、ザベリーモデルオブ、A モダンメジャーゼネラルで始まる、少々の歌を歌うことすらあったという。ビクトリア女王の治世した、コーンウォールのペンザンス近くの岸辺で、フレデリックが21歳に達し、紳士的な海賊たちの下で行っていた、都弟暴行が終わったことを祝っている。海賊雑役フルースが現れ、 自分が昔、フレデリックの子守り女だった時、耳が遠くて、大間違いをしでかしたことを明らかにする。フレデリックの父は、息子に、船のパイロットつまり水先案内人の修行をさせたかったのだが、ルースは聞き間違えて、フレデリックにパイレートつまり海賊の修行をさせてしまったのであった。フレデリックは、ルース以外の女性を一人も見たことがなく、 ルースが美人だと信じている。海賊たちはそれほど騙されやすくはなく、世間に戻る時にルースを連れて行くようフレデリックに進める。フレデリックは大変心苦しいことではあるものの、あまりにも義理堅いたちなので、一び都定暴行から自由になったら海賊一層のために身を捧げざるを得ないだろうと宣言する。さらにフレデリックは海賊業があまりうまくいっていないことを指摘する。 海賊たちは皆孤児で、捕まえた人々が孤児だったら、解放してしまうのだ。フレデリックによると、この噂が広まったせいで、捕まえた船に乗っている人々は皆孤児だと言い張るようになってしまった。フレデリックは仲間である海賊たちを破滅させる結果になるのを避けるため、皆に海賊業をやめて一緒に来ないかと誘うが、海賊王は世間体にこだわる暮らしに比べれば、 海賊業の方がまだ正直な暮らしだと主張する。海賊たちはフレデリックとルースを残して去っていく。フレデリックは若く美しい女性たちの一団が海賊の潜伏場所に近づいているのを見かけて、ルースが容姿についてフレデリックを騙していたことに気づく。ルースを追い払い、フレデリックは娘たちがやってくる前に隠れる。ロンドン初演でフレデリックを演じた。 ジョージ・パワー娘たちは、はしゃいで人目につかない場所に飛び込んでくる。フレデリックが出てきて、娘たちは驚く。フレデリックは娘たちに、良い人間になるため助けてほしいと訴える。娘たちはフレデリックに魅了されるが、一人を除いて、全員フレデリックを拒む。メーベルだけが、フレデリックの懇願に応えて、慈愛の心がないと、他の姉妹たちを叱る。 メーベルはフレデリックを哀れみ、二人はすぐ恋に落ちる。他の娘たちは立ち聞きするか、出来立てほやほやの恋人たちをそっとしておいてその場を去るか議論する。結局、愛し合う二人をチラ見しながらお天気の話をすることにする。フレデリックは若い娘たちに昔の仲間がすぐ戻ってくると警告する。しかし、逃げる前に海賊たちがやってきて結婚を目的に、 娘たちを捕まえる。メーベルは姉妹の父が少々だと海賊たちに警告する。父であるスタンリー少々がすぐ到着し自己紹介する。少々は老後を一人寂しく過ごしたくないので娘たちを連れて行かないでほしいと海賊たちに頼む。名高いペンザンスの海賊については聞いたことがあったので少々は同情心をかき立てようと孤児のふりをする。 優しい海賊たちは娘たちを解放する。スタンリー少将と娘たちは海賊の名誉一味になった。少将は自分の辞書に立っている廃墟になった礼拝堂で娘たちに囲まれ座っている。父が海賊たちに嘘をついたせいで両親の過酌を感じて苦しんでいるので娘たちは慰めようとする。巡査部長と警官の一団が到着し、 海賊逮捕の準備ができたと告げる。娘たちは猛烈で無慈悲な敵に虐殺されるかもしれない警官たちへのだかな惨事を惜しまない。虐殺の話を聞いた警官たちはおじけづいて出ていく。ハブ・マーシー・オン・アス、フレデリックは警察を率いることになっており、一人になって海賊生活の罪滅ぼしをする機会を得たことについて考える。そこで、ルースと、 海賊王に出会う。二人は、フレデリックの年期暴行期間は21回目の誕生日まで当人を拘束できるような言葉遣いになっていることに気づいたのであった。フレデリックの誕生日はたまたま2月29日で、手続き上は5回しか誕生日が来ていない。つまり、80代になるまで21回目の誕生日は来ないのだ。フレデリックはこの論理に納得し、 再び海賊に入ることを約束する。そうしてフレデリックは義理を感じて少々が自分の身の上について嘘をついて海賊王を騙したことを告げる。怒った海賊王は復讐を誓う。フレデリックはメーベルに会う。メーベルはフレデリックに留まってほしいと頼む。しかしフレデリックは21回目の誕生日、1940年まで海賊に仕える義理がある。 メーベルにとっては、あまりにも長く思われるとしつきだが、二人はそれまで互いに忠実に愛し合うことを誓う。フレデリックは、立ってしまい、メーベルは改めて決意を固める。メーベルは警察に、自分たちだけで海賊と対決せねばならないと告げる。警官たちは、無らのの物他の男と対して変わらないかもしれず、自由を奪うのは残念だと考える。警官は、 海賊が近づく音を聞きつけて隠れる。海賊たちは、少々の嘘に復讐をすべく、屋敷にこっそり近づく。ちょうどその時、罪悪感で眠れぬ、スタンリー少々が現れ、海賊たちは隠れる。少々は、心なごむそよ風に耳を澄ましている。娘たちが父を探しにやってくる。海賊たちが吸収をかけ、警官たちが慌てて、守りにつく。 しかしながら警官たちはすぐ敗北し、海賊王は捕らえた少将に死に備えるよう促す。巡査部長にはまだ一計が残っており、ビクトリア女王の御名において降伏せよと要求する。海賊たちは女王への忠誠心に負けて従ってしまう。ルースが現れ、海賊たちは皆、道を誤った身分ある方々なのだと明かす。少将はこれに心を打たれて、すべてを許す。 フレデリックとメーベルは再び結ばれ、少々は結局、娘たちが高貴な海賊と結婚することになって、喜ぶ。第一幕海賊王を演じるリチャード・テンプル・メーベルに、扮したイザベル J 第二幕1880年のニューヨーク及びロンドンの批評家の評価は、おおむね良好だった。ニューヨークでは、ヘラルドとトリビューンが共に、かなりの紙面を割いて、批評を掲載した。 ヘラルドもトリビューンもペンザンスの海賊がギルバートサリバンの先行作軍艦ピナフォアより優れていると褒めた。ニューヨークタイムズもペンザンスの海賊を称賛したが軍艦ピナフォアと並ぶほどの桁外れな成功を収められるかどうかについては疑問を差し挟んでいるロンドン所演後の批評家の一般的見解は演劇新聞であるザエラの批評が述べているように この新作は、ギルバートサリバンの前作から格段に進歩しているというものであった。ザ・ポール・モール・ガゼットは、サリバンの新しいスタイルを褒めた。ザ・グラフィックも、輝かしい成功を評した。見解をことにする批評も、幾分かはあった。マンチェスター・ガーディアンは、ギルバートとサリバンが、リチャード・ブリンズリー・シェリランの批評家などの先行作に寄り過ぎていると考えた。 ザ・スポーティング・タイムズは、ペンザンスの海賊が、ギルバートが以前に書いた、パワーアイランドホームに似すぎていると指摘している。タイムズによると、ギルバートの基地が劇的な想像より先走って、しまっており、サリバンが新作のために書き下ろした音楽も、先行するコミックオペラで、批評記事の著者によると傑作であるザ・ソーサラーほどはよく、ないとのことであった。ペンザンスの海賊の序曲は、 サリバンと音楽アシスタントであるアルフレッド・セラーが作曲した。大抵のサボイオペラの序曲と同様明るい始まり方でゆっくりした中間部があり、最後は簡潔なソナタ形式のアレグロで How Beautifully Blue the Sky と A Paradox、A Paradox が結合された旋律で終わる。数人の作曲家のパロディが含まれており、特にジュゼッペ・ベルディがはっきりパロディ化されている。 カム、フレンズ、フープラウザシート、ユー・トライアンフ・ナウは、イルトロ・バトーレのバーレスクである。サリバン研究者、アーサー・ジェイコブズによると、第一幕のフィナーレにある、極めて有名な合唱ヘイル・ポエトリーは、ベルディの、運命の力の祈りの場面で使われる、天使の中の、聖書女のバーレスクである。しかしながら、音楽学者のニコラス・テンパーリーはこの曲について、 ウルフガングアマデウス・モーツァルトの弦楽史重奏との関連を指摘している。コロラ・トゥーラで歌われる有名な楽曲プア・ワンド、リング・ワンもパロディ的な要素があると言われており、シャルル・グノーの三拍子の歌のバーレスクだと考えられている一方、ガエターのドニゼッティ風だと言われることもある。少将が歌うサイン・イング・ソフトリー・ツー・ザ・リバーは、フランツ・シューベルト風だが、また読唱者が背後に隠れて歌う。 男性合唱に気づかないというところは、ベルディの、イル・トル・バトーレも同時にもじっていると指摘されている。パターソングとは、早口で歌う楽曲で、ギルバート・アンド・サリバンのオペラに、しばしば登場する。音楽批評家としても活躍していた、バーナード賞は、ペンザンスの海賊の有名なパターソングである、少々の歌こと、I.A.M. ザベリー・モデル・オブ。 A モダンメジャーゼネラルを称賛している。このオペラには、一丁したところでは全く異なる2種類のメロディを組み合わせる技法が2回登場し、サリバン特有のものとしてよく知られている。第1幕では、How Beautifully Blue the Sky で、に、4拍子で、早口の女性合唱のさざめきが流れる一方、恋人たちがワルツでデュエットするところがあり、これは、 サリバンのトレードマークとも言える手法であるが、アーサー・ジェイコブズは、こうした楽曲のモデルはサリバンが、キャリア形成期に大変気に入っていた、エクトル・ベルリオーズの、ファウストの豪抜かもしれないと指摘している。第二幕では、警官たちの粘り強いウェンザ・フォーマン、ベアーズ・ヒズ・スチールと女性たちの意気揚々とした、ゴー、イエ・ヒーローズ、ゴー・ツー・グローリーが組み合わされて二重の合唱になる。 セスピスから4部合唱、クライミングオーバーロッキーマウンテンを持ってきて、ペンザンスの海賊で再利用するにあたり、サリバンはそれほど手の込んだことをせず、ソプラノ用の歌唱メロディを一つ作っただけだった。これにもかかわらず、この曲はサリバンらしい対法的な終わり方をしており、合唱が2番目のメロディを歌う一方でオーケストラは、最初のメロディを奏でる。サリバンはメーベルを歌うソプラノに、 かなりの難題を課した。サリバン研究者のジャーベス・ヒューズは、メーベルは、プア・ワンド、リング・ワン、かわいそうなサスライブとを歌うので、コロラ・トゥーラでなければいけないが、一方で相当に、低い音も要求されるので広い聖域が必要である、ことを指摘している。1880年のポスター・ペイントン、ニューヨーク、ロンドンという三つの違う場所で初演があったため、 ギルバートサリバンの他の作品よりも初期のリブレットと譜面に移動が多い。ペイントンの初演に備えてイングランドのドイリー・カート巡業カンパニーにニューヨークから送られた楽曲のうち、その後ブロードウェイのリハーサルでは変更されたり省略されたりしたものもあった。ギルバートとサリバンはロンドン初演のために作品を借り込んで調整し、ギルバートはさらに1908年のサボイ劇場での 再演中までにさらに変更を加えた。例えば、初期の版では、海賊王は海賊一味の召使いとして描かれている。オープニングの合唱の歌詞にも変更がある。ニューヨーク版には存在したやりとりが、ロンドン版では短縮され、1900年の再演では完全になくなるなどの移動もある。ヘレン・カートが何度も頼んだにもかかわらず、ギルバートは、 サボイオペラのリブレットの決定版を整えることをしなかった。1989年の上演では、ドイリー・カート・オペラ・カンパニーは、オリジナル版の一つにあったフィナーレを復活させた。しかしながらその後の再演では、それまで上演されていた版に戻している。1881のプログラム描紙、ペンザンスの海賊は、ギルバートサリバンのコミックオペラの中でも、 最も人気が高い作品の一つである。1879年から1880年に3カ所で開幕するという得意な初演の後、1888年と1900年にロンドンのサボイ劇場で再演され、1908年から1909年にかけてのサボイのレパートリーシーズンでも上演された。 ドイリー・カート・オペラ・カンパニーは1880年から1884年までの期間と1888年にもイギリスの地方を巡業した。1893年にはドイリー・カートの巡業レパートリーに再び入り、劇団が1982年に廃業するまで一度もレパートリーから外れなかった。1919 19年にパーシー・アンダーソンが 1929年にジョージ・シェリンガムが新しい舞台衣装をデザインし、シェリンガムは新しい大一幕のセットも設計した。ピーター・ゴヒンは1957年に新しい巡業用セットを作った。アメリカでは1879年の大晦日にニューヨークで初演が行われた後、リチャード・ドイリー・カートはアメリカ合衆国全土を巡業するカンパニーを4種類。 立ち上げ、ツアーは、夏まで続いた。ギルバートとサリバンが、自ら1880年1月から2月初めまで、巡業カンパニーを訓練し、フィラデルフィアだろうが、ニューアークだろうが、バッファローだろうが、各カンパニーの初演では作曲家であるサリバンが指揮を担当した。オーストラリアでは、シドニーのシアターロイヤルで、JC ・ウィリアムズのプロダクションにより、 1881年3月19日にオリジナル公演からの認可を受けた公式の初演が行われた。ドイリー・カート・オペラ・カンパニーによる上演歌の表はギルバートの生前にドイリー・カートが行ったツアー以外の主な上演をリストしたものである。1884年、子供たちによるペンザンスの海賊プログラムの絵主なドイリー・カートのキャスティング以下の表は 初演及びドイリー・カート・オペラ・カンパニーが1982年に解散するまでにツアーレパートリーとして上演した際のキャストである。ドイツ語版はリヒャルト・ジュネーとカミロ・バルツェルの翻訳により、1889年3月1日にオーストリアのアンデア・ウィーン劇場で初演され、1936年12月1日にはドイツのデュッセルドルフで上演された。 ウィリアムソンが認可を得ていったオーストラリア初演を除くとギルバートの著作権が有効だった国でドイリー・カート以外のプロが最初に行った上演はカナダのオンタリオ州ストラトフォードのストラトフォードフェスティバルで1961年9月に行われた上演であるストラトフォードフェスティバルではギルバートサリバンの作品がしばしば上演され1953年に フェスティバルが始まってから2018年までのシーズンで4回、ペンザンスの海賊が上演されている。1979年に、ギルバートサリバン協会の東米支部が、ペイントンで、ペンザンスの海賊世界初演の100周年記念として、キュービジュー劇場から数メートルのところにあった、パレスアベニュー劇場で上演を行った。初演以来、ニューヨークでは主要なものでも40回以上。 この作品が再演されている。1926年にウィンスロップ・エイムズがプリマス劇場で制作、演出したプロダクションは128回上演された、批評的にも好評であった。1952年にブロードウェイでマーティン・グリーンが出演して短期間上演された際にはリーマン・エンゲルが指揮者としてトニー賞を受賞した。アメリカン・サボイヤーズ。 ナイト・オペラ・オブ・マンハッタン、ニューヨーク・ギルバート・サリバン・プレイヤーズなどのデパートリー劇団がオフ・ブロードウェイやアメリカ巡業でペンザンスの海賊を何度も再演している。1980年、ジョゼフ・パップとニューヨークのパブリック・シアターがウィリ・フォード・リージ演出、グラシエラ・ダニエル振付により、ペンザンスの海賊をセントラル・パークのデラ・コート劇場で上演した。 これは毎年夏に行われるシェイクスピア・イン・ザ・パークの一環であった。音楽監督とアレンジはウィリアム・エリオットが務めた。この公演はプレビュー10回、本公演35回上演された。その後ブロードウェイに移り、1981年1月8日に開幕した後、ユーリス劇場とミンスコフ劇場でプレビュー20回、本公演787回上演された。この ペンザンスの海賊は、熱狂的な好評で迎えられた。トニー賞に7部門でノミネートされ、最優秀リバイバル賞、リーチの最優秀ミュージカル演出賞、ケビン・クラインのミュージカル主演男優賞の3部門で受賞を果たした。ドラマデスクアワードでも8部門で候補になり、最優秀ミュージカル賞や演出賞を含めた5部門で受賞した。伝統的な上演に比べると、 パップのペンザンスの海賊では、海賊王やフレデリックがより賑やかに剣撃で、暴れ回り、歌唱やユーモアも大らかで、ミュージカル風であった。リブレットはそれほど変更されていなかったが、オーケストレーションやアレンジは新しいもので、キーの変更、繰り返しの追加、ダンス音楽の延長などのほか、譜面に細かい変更も加えられていた。ギルバートサリバンの他のオペラである。 ラディゴアの3人で歌うパターソングと、軍艦ピナフォアのソーリー・ハーロットが途中に挿入された。このプロダクションは、ギルバートサリバンが、ニューヨーク初演用に最初に準備したエンディングを使用しており、第二幕のフィナーレで少々の歌の反復がある。リンダロン・シュタットが、メーベル役、レックス・スミスが、フレデリック役、ケビン・クラインが、海賊王役、パトリシア・ラトリッチが、 ルース役、ジョージ・ローズが、少々役、トニー・アジトが巡査部長役であった。クラインが、トニー賞を受賞したほか、スミスが、シアターワールド賞を、クラインとアジトが、ドラマデスクアワードを受賞した。ブロードウェイでの上演中には何回かキャスト替えがあり、ジェームズ・ベルー氏が、海賊王を演じたこともある。1981年には、ロサンゼルスでも上演され、 バリー・ボストウィックが海賊王をアンディ・キブがフレデリックを演じた。パップ版のロンドンでの上演がドルリー・レーンのシアター・ロイヤルで1982年5月26日に始まり、おおむね好評で601回上演された。ジョージ・コールやロナルド・フレイザーが少々を、パメラ・スティーブンソンがメイベルを、マイケル・プレードやピーター・ヌーンがフレデリック、ティム・カリー、ティモシー・ベンティック、 オリバー・トバヤス、ポール・ニコラスが海賊王を、クリス・ランガムが巡査部長を、アニー・ロスがルースを、ボニー・ラング・フォードがケイトを、ルイーズ・ゴールドがイザベルを演じた。2007年のオペラ・オーストラリアのツアープロダクション。アンソニー・ワールを演じる海賊王は、パイレーツ・オブ・カリビアンのキャプテン・ジャックをヒントにしている。オーストラリア版は、1984年1月にジョン・フェラーロ演出。 ジョン・イングリッシュが海賊王役でメルボルンのビクトリアンアーツセンターで開幕した。パップ版の影響でドイツなどヨーロッパ中で英語以外の言語による上演も行われた。パップ版は1983年に映画化された。ブロードウェイで上演された際の主要キャストの多くが同じ役柄で出演したが、ルース役はエステル・パーソンズではなくアンジェラ・ランズベーリーが演じた。は ブロードウェイ版に習って、イギリスの俳優が起用された。パップ版の成功のせいでオペラ、ペンザンスの海賊をヒントにした、別の映画、パイレーツムービーが1982年に作られ、ブロードウェイでの上演中に封切られた。伝統的なオーケストレーションや譜面を採用する場合であっても、パップ版のプロダクションデザインを模倣する、ペンザンスの海賊の上演が増加した。しかしながら、 こうしたパップの影響下にあるリバイバル全てが1980年版のオリジナルほど熱狂的な好評を得られたわけではなく、1999年の UK ツアーは辛い批評も受けた。パップ版のために作られたデザインと楽曲アレンジは著作権で保護されている。パップのロンドン版が上演される前にダブリンで1982年に上演された無許可のプロダクションは、 訴訟によって、ロンドンへのトランスファーが差し止められた。パップが1980年から1983年にかけて、ほぼ2年にわたって、ブロードウェイとウェストエンドで上演した、ペンザンスの海賊のおかげで、オペラの知名度は、非常に高まった。プロもアマチュアもしばしばこのオペラを上演するようになり、人気は続いている。ディリックオペラ・オブシカゴとイングリッシュナショナルオペラは、 それぞれ2004年にこの作品を上演した。2007年には、ニューヨークシティオペラとオペラオーストラリアが、それぞれ新演出で上演を行っている。2013年にスコティッシュオペラが、ドイリー・カート・オペラ・カンパニーの受託者と共同で、ペンザンスの海賊イギリス巡業を行っている。ギルバートサリヴァンの喜劇的なバリトンを得意とする、リチャード・スアートが、スタンリー・少将を演じ、 ニコラス・シャラットがフレデリックを演じた。2015年には映画監督で、ミカドのバックステージものである、トップシー・タービーを監督したこともあるマイク・リーが、イングリッシュ・ナショナル・オペラで本作を演出し、東大最高のサボイ・オペラ作りだと称賛された。2003年に映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズが始まって、以降は、パップのみならずこの映画から影響を受けたプロダクションも、 あり、海賊王の役を、ジョニー・デップが演じた海賊のキャプテン、ジャックス・スパロー風に作ることもある。あるグランドによる、イディッシュ語の翻訳バンディー・アム・ゴスラニムが存在し、北米で上演されている。2006年にナショナル・イディッシュ・シアター・ホルクス・ビーネが行った上演は2007年のドラマデスク・アワード、最優秀リバイバル賞にノミネートされた。2009年に、モントリオール・エクスプレスは、 本作を称賛している。2009年に、サーシャリーガンがすべて男性の出演者によるペンザンスの海賊をロンドンのユニオン劇場で上演したが、これはロングランヒットとなって2010年にはロンドンのウィルトンズミュージックホールに移動し、キングストンのローズシアターやハックニーエンパイアで上演された後、2012年にはオーストラリアツアーも行われた。2015年にはさらにイギリスで、 ツアーが行われた。2012年には、チャールズ・コート・オペラにより、イズリントンの極めて小さいパブシアターである、キングズ・ヘッド劇場にて、ピアノのみの伴奏、10人のみのキャストにより、ペンザンスの海賊が上演された。ペンザンスの海賊は何度も録音されており、好評を博している版もある。最初の全曲録音は1921年のことで、 ルパート・ドイリー・カートが演出していたが、ドイリー・カート・オペラ・カンパニーのパフォーマーよりはすでにレコーディングキャリアのある歌手を起用していた。1929年に出た、主にドイリー・カートのキャストが歌う新しい録音は雑誌のグラモフォンから高い評価を受けた。その後のドイリー・カート・オペラ・カンパニーの録音では、1968年のセリフ付き完全版が好評でオンライン版、 ギルバートサリバンディスコグラフィーによると最高レベルであり、ペンギンガイド2オペラオンコンパクトディスクもこれを推薦している。ペンギンガイド2レコーデットクラシカルミュージックもこれと1993年のマッケラス版を進めている。オペラ批評家アランブライズは1990年のドイリーカート版を舞台上演の経験が生きているとして称賛している。オンライン版 ギルバートサリバンディスコグラフィーは1981年のジョゼフ・パップ版についてもオーケストラのアレンジが原曲から離れているという流歩をつけつつ素晴らしいと述べている。市販されているビデオとしてはギルバートサリバンディスコグラフィーはブレント・ウォーカー版がパップ版より良いと評価している。国際ギルバートサリバンフェスティバルによる 新しいプロフェッショナル上演のビデオもある。1985年に、ブレント・カーバーを海賊王役として、ストラトフォードフェスティバルで上演されたバージョンは、ビデオ化された後、DVD 化もされている。主な録音ギルバートの、バブ・バラッツに入っている、百科事典を抱える少々の絵、ペンザンスの海賊は、ギルバートサリバンの作品でも最もよく、参照されるものの一つである。 特に、I.A.M., The ー e デル y Model of A Modern Major General. 小生は、現代の少々の間という歌詞で始まり、少々が様々な言葉で客員を踏みながら非常に、早口で歌い上げるパターソング、少々の歌は、頻繁に広告などで、パロディやパスティッシュとして用いられる。映画2001年の映画、ニューヨークの恋人ではこの曲が使用されている。2017年の映画、 怪盗グルーのミニオン内脱走では、ミニオンズが、少々の歌のメロディに合わせて、タレントショーで歌う。テレビ番組、マペットショーシーズン3第4話で、ゲストであるコメディアンのギルダラドナーが2.1メートル、ある話す人参とこの歌を歌うところがあるが、これは、ペンザンスの海賊にあるパイロットとパイレートの混同を、パロディ化したもので、 ラドナーは1.8メートルのすオウムと歌を歌いたかったが聞き間違えられたという設定である。アニマニアックスではエピソード HMS やっこで IAM ザベリーモデルオブ A カートゥーンインディビジュアルとしてパスティーシ化された。スタジオ60オンザサンセットストリップのエピソードザコールドオープンではキャストが We'll be ザベリーモデルオブ A モダンネットワーク TV ショーを歌う。 2005年に放送されたスリングズアローズ第2シーズン第6話では登場人物の一人であるリチャードがミュージカルのオーディションのためこの曲を歌う。2012年にファミリー外のエピソードキラークイーンでピーターがこの歌を下手に歌うところがある。広告マーティングリーンがキャンベルスープの商品をこの歌に合わせてすべてリストするというパスティーシュを広告で言ったことがある。 2001年には、外国の広告で使われた。デパートのギンベルズは、少々の歌に合わせて、We Are the v e r y Model of A Modern w e e Department Store と歌うキャンペーンを行ったことがある。その他のエンターテインメントゲームのマスエフェクトにでは、登場人物のモーディン・ソーラスが、IAM The v e r y Model of A Scientist s e l e r i a n と歌う。2015年のリンマニュエル・ミランダによるミュージカル。 ハミルトンの楽曲ライトハンドマンで、ジョージ・ワシントンが皮肉を込めて、自分をザ・モデル・ノブ、A モダン・メジャー・ジェネラルと呼ぶところがあり、ジェネラル、ジェネラルが、メン・アレオール、メム・ア・オールと、ペダストル、ペデスタルで客員を踏んでいる。原曲は、ジェネラル、ジェネラルと、ミネラル、ミネラルの客員であるが、ミランダはいつも、ミネラルは最適な因ではないなと思っていたんですよ、と述べている。 ハミルトンには様々な引用が織り込まれているが、それとわかるように引用されている19世紀以前の舞台芸術作品は、マクベスなどのウィリアム・シェイクスピアの戯曲とペンザンスの海賊のみである。政治エンターテイメントのみならず政治評論でもパロディにされることがある。少々の歌の早口歌唱は難しいためコメディアンの関心を引くことがあり、トムリアラーの歌ザ・エレメンツや、 サタゲーナイトライブのホストであるデイビッド・ハイド・ピアースのモノローグなどで使われてる。2010年にコメディアンのロン・バトラーはバラク・オバマ大統領に扮してこの歌を YouTube のパスティーシを披露し人気を博した。アニメ映画アメリカ物語でプアワンド・リングワンが使われた。プリティ・ウーマンで椿姫を見たビビアンがあまりにも感動して パンツにおしっこ漏らしそうなくらい良かったと褒めるのを聞いたエドワード・ルイスがビビアンはペンザンスの海賊より気に入ったと言っているのだと誤魔化す場面がある1992年の映画ユリカごを揺らす手のサウンドトラックにはプアワンド、リングワンド、オー、ドライザ・グリスニング・ティアが入っている2009年の クリミナルマインド FBI 行動分析家のエピソードザ・スレーブ・オブ・デューティーで、ホッチが、オー・ドライ・ザ・グリスと、ニング・ティアを引用する。1992年のクラリサ・エクスプレインズ・イット・オールのエピソードザ・アンダースタディで、主人公は、学校劇で、ペンザンスの海賊のメーベルの代役を務めることになり、準備もできていないのに出演しなければならないことになる。脚本家、 アーロン・ソーキンはしばしば自作にギルバート・サリバンの絵の言及を盛り込んでおり代表作ザ・ホワイトハウスに登場するサムシー・ボーンやエインズリー・ヘイズはギルバート・サリバンのファンで女たちの戦いのエピソードでペンザンスの海賊が言及される2016年に放送されたザ・ボイス・ UK 版でマンチェスターで活動するドラーグ・クイーンであるデビナ・デ・カンポが ソプラノの楽曲である、プアワンド、リングワンを独唱した。ザ・ボイスは、審査員が、全く挑戦者の顔が見えない状態で、歌だけを審査し、自分がコーチを務めたいと考えれば、指名をするというシステムである。この時は審査員が、一人もコーチとして手を挙げなかったものの、歌唱終了後に、デビナと対面して歌手が、ドラァグクイーンであると気づいた。 審査員たちが一様に驚愕して、後悔の意を示したため、話題になった。1940年2月29日に、ニューヨークタイムズは、フレデリックの年季暴行がとうとう開けたことを記念する、記事を出した。ペンザンスには、コーニッシュパイレーツというラグビーチームがある。1980年に、アイザック・アジモフは、ザ・イヤー・オブザ・アクションというタイトルの短編を書いたが、この物語は、 ペンザースの海賊が1873年3月1日の話なのか、1877年3月1日の話なのかを扱ったもので、これはギルバートが1900年は純年ではないという事実を勘案していたかどうかによる。ジョン・フィリップ・スーザーはペンザースの海賊からの抜粋を用いた組曲を作曲している。ありがとうございます。